本日はですね、春のライトアウターを購入したので、そのご紹介をしていきたいなと思います。で、早速ですが、購入したのがですね、こちらになってるんですけども、これが昨日出した動画でアウトレットに買い物行ったと思うんですけど、そこでこれを購入したっていう感じになってて、前々から春のライトアウター欲しいなと思ってたんですが、ようやく買えたんで、その紹介をしていきたいなと思います。で、購入したのがですね、こちらのジャケットになってます。で、こちらのジャケットがですね、ライフというブランドになっててですね、イギリスのマンチェスターでできたブランドらしいんですけども、日本ではセレクトショップで多少取り扱いがあるっていう感じで、僕はこれのデザインと、あと着た感じのサイズ感にもう惹かれて購入したっていう感じにはなってるんですが、春のライトアウターらしく結構軽い感じで羽織れるっていう感じになっててですね、特に機能とかはないんですけど、本当に後で着用動画見てもらうんですが、見た目は結構クラシックな感じの見た目かなと思いつつ、実は後ろに大癖があるって、癖の塊みたいなのがあるので、それも僕としては結構面白いなと思って、人と違うなと思ったんで、購入したっていう感じになってるんですが、ちなみに僕嫁がいてるんですけど、僕の嫁はですね、その後ろないわーって言ってたんで、人によってはないわーと思うと思うんですけど、僕はありやわーと思ったんで、購入したって感じになってます。ちなみにですね、その後ろっていうのがですね、こんな感じになってるんですけど、この後ろのこのボーダーというのか柄というのか何か分かりませんが、一応取り外しはできるようになってて、このスナップボタンで留めてるだけなんで取り外しはできるんですが、外していくとなんか運動会のゼッケンというか、なんか野球部の背番号というか、なんかそんな感じになるので、外して着用すればシンプルな感じなんですけど、つけてると結構癖のあるような感じになってるんですが、僕個人的には全然可愛いかなと思って、買ったっていう感じにはなってます。特に機能的なこともないので、もう本当見た目が好きで買ったって感じなんで、その着用動画を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい。という感じで、着用してたんですけども、色が結構やっぱ明るめの青っていうことやったんで、春に結構ぴったりやなと思って、着た感じも、明日もこれ決まりやと思ったんで、買ったっていう感じなんですけど、値段がですね、アウトレットで購入したんですけど、元々の値段っていうのが23,000円という値段だったんですけども、割引が 70% の割引があったんで、結局は 6,000円台ぐらいになって、消費税入れて 7,000円ぐらいっていう感じだったんで、元々消費税入れて 25,300円のものが 7,500円。ぐらいで購入したっていう感じになってます。ちなみに表記見て思ったんですけど、ポリエステル 65%、綿 35% なんで、多分濡れても乾くのは早いんじゃないかなというふうには思います。はい。別に機能でも何でもないですが、そんな感じで思ってて、これを購入したお店は、僕の好きなお店っていうか、お気に入りのお店なんで、それは気になる方は、動画説明欄下に昨日の動画貼ってますので、見ていただければなと思うんですが、一応日本でも取り扱いは結構あるらしいんですけど、セレクトショップのみで直営店はないらしいので、気になる方は、調べてみてください。ライフというブランドで、LYPH。ライブ、ヤング、プレイ、ハードの頭文字でライフという造語らしいです。はい、という感じになってて、以前から春のアウターは欲しいんですってセカちゃんとかでも言ってたんですけど、ようやく買えたっていう感じで、もう春はもうこればっかり着とこうかなと思ってるぐらい、今のところは気に入っております。後ろの癖に関してはですね、人と被らへんし、何よりアクセントになるなと思って、今のところは気に入っておりますので、これからコメント欄とかでめちゃくちゃダサいでとか、それ終わってんでとかいっぱい来たりしたら、ちょっと凹んで外すかもしれないんですけど、今のところは後ろの癖はつけたまま着ようかなと思ってますので、Vlog とかで着ていこうかなというふうに思います。ということで本日は春のライトアウターを購入したので紹介してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。